それでは風船に入る100円玉ご覧いただきましょう。まずこれは100円玉です。この100円玉を風船に乗せてよく見てください。この風船の中に100円玉が入ります。これで入りました。入っているのお分かりいただけますでしょうか。さらにこの風船の中に携帯電話が入ります。中に100円入ったままですね。このままこの携帯に入ります。携帯が入ります。角がちょっと角割れるといけませんから、真ん中の平らのところからいきましょう。ここからいきます。ではご覧ください。100円と携帯が両方とも入っています。見えますでしょうか。さあ、じゃあまず携帯を取り出してもらいましょう。角から出てきます。そして100円まだ入っております。これがリアル。